も泣かずに笛を吹け。ピッキョロケロケロピッキョロロン、ピッキョロケロケロピッキョロロン。小川を追われたカエルの親と子、平和な土地を求めて暗く寂しい旅は続きました。だが行く手にはどんな苦しみが悲しみが待ち受けているのかわからないのです。デルタ、もう少しの辛抱よ。うわ、じゃないか。お父ちゃん、お母ちゃん、よくまあ無事で。よかったよかった。それにしてもよくここが分かったわね。まあ、あの子が。さようなら。さようなら。ありがとう。でも静かで美しい池ね。きっと平和な池だ。ここなら安心して住めるぞ。きっとそうよ。デメタ、お前はもう立派なカエルになったんだ。どんなことにも負けちゃいかんぞ。うん、お父ちゃん、僕池の向こう行ってみたいんだけど、いいでしょ。うん、よし、気をつけるんだぞ。カエルの子にしちゃ泳ぎはあんまりうまくないの。
はてあんまり見かけない子じゃが。迷子になってた泣き虫さんね。でもその笛生かすわよ、とっても。ケロケロ笛って言うんだ。これお父ちゃんが作ってくれたんだよ。いい音がするのね。私ダナタンっていうの。僕デメタ。デメタ、かわいい名前。僕この池に引っ越してきたんだ。そう、じゃあそのうち学校で会えるわね。お友達になって。うん。でまたお願い、もう一度ケロケロ笛を吹いて。うん、その代わり踊ってくれる。すごく綺麗なんだもん。ええ、いいわ。今よりもっと上手に踊るわ。僕ももっと上手に吹くよ。二人の音楽会の始まりね。うん。そんな下品なアマガエルと遊ぶなんてみっともないよ。およしよ。まあ、ギャル失礼よ。そんな風に言ったらデメタンがかわいそうだわ。ダナタン、お屋敷でお呼びだぜ。そうよ、帰りましょうよ。わかったわよ。ごめんね、デメタン。またね、きっとよ。うん。それじゃ。ふん。おい、おめえどっから流れてきたんだよ。この池に住んでるギャタ様っていうカエル様を知ってるか。知らないよ、そんなの。そうだろうな、今に泣きっ面かくぜ。早くその泣きっ面が見てえな。え、何怒ったか、バカガエル。そんなアホんだら、ガマガエルのイボキツ様を見損なうなよ。いいよいいよ、その調子その調子。これでもな。いやー、うん、いい気味いい気味。なんて乱暴なんだ。
デメタンが手伝ってくれたおかげでおもちゃがたくさんできたぞ。子供たち喜んで買ってくれるでしょうね。ああ、子供たちの喜ぶ顔が早く見たいもんだ。お母ちゃん、僕学校行きたいんだよ。そうだったわね。お父ちゃんに手続きをしてもらいましょうね。よしよし、行って頼んできてやろう。わあ、嬉しいな。デメタンはお友達がたくさん欲しくなったんでしょう。うん、一人でいいんだ。あ？まあ、たった一人でいいの？うん、たった一人の友達でいいんだ。はあ、欲のないやつだな。なんだなんだ。どうしたんだ、デメタン。へへ、俺このバカ、いや、デメタンの友達でイボキチってんだけどよ。うん、それで？おじさんを迎えに来たんだ。迎えに？どこへ？へへ、この虹の池でさ、一番大金持ちで一番偉い殿様がいるの、ギャタ様んとこさ。わしに何の用かな？この池に住むにはよ、ギャタ様のお許しが必要なんだぜ、おじさん。そんなバカな。誰にだって、どこにでも自由に住む権利がある。この池は違うんだよ。そんな話なら、行く必要はない。このちょん切りのザリが迎えに来たんだ。どうしても来てもらうぜ。アマガエルのアマ太郎、それほどこの虹の池が気に入ったなら、ここに住むことを許してやろう。せいぜいおもちゃを作って商売に励むんだな。ありがとうございます。ただし条件がある。え、条件？一月のうち半分はわしのために働く。それから儲けの半分はわしに寄付するんだ。そんな無茶なことを。嫌なら仕方ない。池から出て行ってもらうことになるかな。そんな勝手な。この池はみんなの池だ。あんただけのものじゃないぞ。それがこの池の決まりだ。お前たちの義務だ。わしは出ていかんぞ。やっと住む家も作ったんだ。この美しい虹の池をあんたみたいなカエルの思うままにするなんて、そんな無駄だ。わしを誰だと思っとる。殿様ガエルのギャタ様だ。たかがアマガエルの田舎者のくせに出てうせろ。殿様ガエルが聞いて呆れがあるんだ。こいつやれやれやれ。お父ちゃんしっかりして。よそのお父ちゃんは。よせてめた。泣いてやがる。悔しいか、デメ子。俺が相手になってやってもいいんだぜ、ウダ。やめるんだ、デメタ。あ、デメタ。ことはねえよ。ほんとおよしよ、ラナタン。あんたなんか大丈夫。絶望。デメタン、大丈夫か。うん、お父ちゃんは。デメタン、おじさん、ごめんなさい。もう決してこんな乱暴はさせないわ。ラナタン、謝ることはない。パパ、でもデメタンは私のお友達なのよ。バカなことを言うんじゃない。こんな田舎者のアマガエルの子供がお前の友達であるはずがない。パパ。ラナタン、お前は殿様ガエルの娘だ。
アマガエルの小せがれと遊ぶのは許さん。お願いよパパ、ベベタは優しいいい子よ。みんなで締めるのはやめて。まだわからんのかバカ。わからずや奥の間に閉じ込めておけ。一歩も外に出さねえよ、監視しておけ。嫌いよパパのバカ。ダナさん、さあさあデメタ。泣きな、デメタ。お父ちゃんにもう少し力があったらな。美しい池だが、わしたちには住めそうもない。やだい、この池から出てくもんか。しかしな、デメタ。やだ、絶対に出てかないよ。たった一人の友達とはあの子だったのか。この池にいる気だよ。おめえのおかげでラナタンは学校へも行けないんだぞ。お前と遊ばせないために屋敷に閉じ込められたままなのよ。かわいそうに。エメコ、ラナタンがかわいそうだと思ったら早いとこ出て行くんだな。え？引っ越しは手伝ってあげるよ。ねへへへへ。壊されたの。わしたちが出かけている間にこの始末でギャタたちに違いないんですよ。なんとかならないでしょうか。そのなんじゃの、証拠もないし、わしは喧嘩と天ぷらは大嫌いでの。はい、忙しい忙しい。ひどい目にあったの。いや、同情しますよ。虹の池のみんなはギャータが怖いんじゃ。特によそ者には冷たいやつでの。弱い者はいつも泣き寝入りだ。あなた、今度は何をされるか分かりませんわ。出て行きましょうよ。デメタもこのままじゃかわいそうだ。本に気の毒じゃが、わしらには力がのうてな、お役に立てんのじゃ。そりゃ親に似ない心の優しい娘さんだった。私たちがいるばっかりにその娘さんにも迷惑をかけちゃ申し訳ありませんものね。デメタのたった一人の友達だった。仕方がない、デメタだって分かってくれるだろう。
私も。負けるもんか。これが本当の虹の池の美しい姿じゃ。そうじゃ、負けちゃいかんぞ。肝を捨てちゃいかん。勇気を持つんじゃ。愛と勇気で結ばれた二人の姿に、霧が晴れた明るい朝の光がいっぱいに差している。醜いもののたくさんいるこの池が、二人の願う夢と希望の虹の池になるのはいつの日でしょうか。デメタン放送開始を記念して、全国の良い子の中から1万名の方にデメタンからお送りいたしましたお年玉付き年賀状。当選番号はご覧の通りです。当たった方はハガキを係までご返送ください。僕はデメタン、ケロッコデメタン、ケロケロ笛吹くカエルのデメタン。よしき